お疲れ様です。長倉です。今日はですね、3年サイクルという話をしたいんですけども、これどうしてこういう話をするかというとですね、まあ俺はまあ本の中で書いたりとかいろんなところで発信してるんですけども、物事というか人生を考える上でですね、30年3年3ヶ月という考え方が非常に重要なんじゃないかという話をしてます。なぜ、そういう話をするかというとですね、まあ、30年というのはおぼろげながらこういう方向に行きたいなみたいなところですね、まあそういうものがなければ、まあ、基本的にこうどっちの方向に行ったらわからないみたいなのがあるので30年、まあ、ただここは具体的ではなくていい、抽象的でいいと。で、3年というのはですね、ある程度見えるというか時代の変化ですね、3年に1回ぐらい結構大きく変えないとですね、スタンスを、時代に取り残されるなというふうに思ってます。そして3ヶ月というのはですね、まあ、あくまでも3ヶ月であれば、不確定要素というのは減ってきてですね、着実に目標を達成できるという意味で、この30年、3年3ヶ月というのを言ってるんですけれども、じゃあ今日3年について話すんだけど、ちょうどね3年分かりやすいなと思ってて、2020年に、まあ、コロナウイルスですね、初頭にコロナウイルス、まあ、これによってですね世の中がガラッと変わりました。まあ、働き方が変わったと言った方がいいよね、リモートワーク、という形で、もう当たり前のようになっていった。もうこれは本当すごいことなんだよね。今までそのリモートワークでどこにいても働けるなんていうのは、まあ、よほどね実力がなければ無理だったのに、サラリーマンやりながらでもできるようになったと。これはすげえ革命なんですよこのリモートワークね、っていうのはすごい革命だったわけです。そして3年経って2023年、今チャット GPT、ね、AI が、まあ、仕事の中で生かされるようになってくるということでですね、これまた働き方、仕事っていうのはどんどん変わっていくなというふうに思ってるんですね。だからこの3年ごとっていうのは非常に重要で、まあ、今であればこのチャット GPT をどういうふうに活用していくのか、まあ、これをですね本当に真剣に考えた方がいいですよ。自分の仕事関係ないと思う人もいるかもしれないけど、これ取り入れなきゃね、ダメですよね。これやっぱり乗り遅れていくっていうことなんです。で、まあ、もちろんねこの新しいテクノロジーに飛びつくのは、ミーハーなんじゃないかとか、まあ、いろんな意見があるかもしれないけど、これに関してはですねチャット GPT に関してはとにかく慣れておく必要があるということです。簡単に言うとさ、まあ、20年ぐらい前に検索エンジンみたいなのが出てきた時に、まあ、今やねみんな当たり前のように Google で検索したりとかしてるわけじゃないですか。まあ、それがチャット GPT に、取って代わるぐらいなイメージね、イメージとしては全く同じなわけじゃないけどっていう感じで見たら、分かる通りですね、かなり大きな変化なんじゃないかなと。20年後、当たり前のようにねこういうものを使ってる時代が来る。誰もがね、もう誰もがですよ本当に、年寄りだろうが子供だろうが誰もが使ってる時代になっているということを考えるとですね、まあ、今から使い慣れておく必要はあるなというふうに思っております。で、まあ、特に今こういうね出てきたばっかりの時っていうのは、いち早く使いこなした人間がですね、一気に、トップランナーに躍り出れるということになりますので、ぜひですね、まあ、興味がある方はですね、このチャット GPT のちょっとねいじりながら、自分の仕事に生かすっていうのをですね積極的にやるといいんじゃないかなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。